はい、ではちょっと休憩をして、スープをいただきます。はい、このスープはですね、私デパ地下で買ってきたんですよ。クリスマスケーキを買ってきた時に一緒に買ってきたんですけれども、ピエトロが出しているスープで、こちらの幸せのスープって書いてあって、長芋のビシソワーズビシソワーズビシ、ではいただきます。また最近はもう胃に優しいものばっかり食べているので、それでもまあちょっと悪い時があるんですけど、でもやっぱり安心できるのは美味しい、美味しいです。これ安心できるのは、胃カメラ私したじゃないですか。もうギャーギャー言いながらしたんですけど、まあ、捨てて異常が、異常がないって言ってゼロではないけど、治療をするような異常はなくて、まあストレス性やないかなって思ってるんですけど、何がストレスかちょっとよくわからないんですよね、自分でも。痛いわけじゃありません。はい、この前幼なじみの陽子ちゃんに会って話したら、胃が痛いってもうめっちゃ痛くなるよって言われて、そんな普通にご飯とか食べられんよって、私がご飯パクパク食べてたから陽子ちゃんに言われました。まあ、言ってもまだ1年経ってないからですね、仕事も。あと、宅建の試験のプレッシャーとか。美味しかった。はい、改めまして、こんにちは、ひろちです。はい、スケジュール表を作りました。自分で作るスケジュール表に、したんですけども、このシールをですね、剥がそうと思ったら、剥がしたらベタベタする感じなんで、どうしようかなと思ってるんですけれども、はい、可愛くできました。こうやってインデックスも貼って、はい、カレンダーこうやって作りました。はい、今までの歴代のスケジュール帳はきちんとしたもうできて出来上がっているスケジュール帳を使ってたんですけれども、はい、今回は自分でこうやってちょっと作ってみました。作ってみたと言ってももうシールを貼っただけなんですけれども、はい、こうやってリングファイルなので紙を増やすこともできるのでいいかなと思いました。はい、皆さんはこういったスケジュール、ノートはいつも使われていますか？はい、私はもう必ずですね、絶対使います。もうカレンダーを見るのがしかも大好きで、はい、こちらカレンダー、買ったちっちゃいカレンダーなんですけれども、はい、私カレンダーを見るのが大好きなんですよね。誰かの誕生日の日とか、お出かけする予定とか、病院に行く予定とか、なんかいろいろ予定をきちんと書くのが好きなんですよね。はい、なんかの役に立ってるかといえば、どうかなと思うんですけども、結構振り返るときに老後にですね、これを見返すときに、なんかあの頃はあんな風にしてたかなって、ちょっと思い返せるのには、暇つぶしになるかなと思います。もう年間のカレンダーがついてるんですけども、こちらにですね、目標を書きたいと思ってます。いつも目標は一応立ててます。はい、このスケジュール表を作りながらですね、ちょっと今日は2020年の振り返りと、あとは来年の目標をですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。私の2020年は、大きな出来事が、3つありましたね。はい。1つ目は離婚で、2つ目が就職、3つ目が YouTube の収益化、思っても見ないことが起きた2020年でした。2020年の始まりの頃は、この3つのことは全く思ってなかったから、2020年の一番最初の日には、1日にはですよ、思っても見なかったことが、大きな出来事がそうやって起こるから、来年はまた、また必ず何かの大きな出来事や、小さな出来事も、いろんなことも起きると思うので、はい。健康にだけはですね、注意して、これはもう毎年のことなんですけど、もう健康だけ、本当はもう健康だけでいいんですよ、実際は。健康ならばもう何でもできるので、はい。
だけど、まあ、プラスアルファの、まあ、ちょっと目標とか、立てていきたいと思うんですけれども、はい。で、まあ、2020年はそんな感じで、3つの大きな出来事があって、本当に大変だった就職活動。この年齢での再就職は、まあ、やっぱ不安と、もうね、なんかいろんなそんなことで、はい。それがまあ年末になっても言いに来たのかなってちょっと思ってるんですけれども、そんな感じでしたね。でも、一番、まあ2020年で一番良かった出来事も、でも、今の会社に入れたことだと思ってます。はい。で、2番目は、まあ、YouTube の収益化できたことですね。はい。大きな良かったことは、その2つです。手探り状態の、まあ、YouTube なんですけれども、はい。宅建の、まあ、試験が、まあ、来年本当に本気で受けないといけないと思っていて、YouTube の動画を上げるのもですね、もちろんそれはもう絶対続けていきたいと思っているんですよね。もうできないっていう、気持ちではまだ全然ないので、できるし、したいと思っているので、はい、していきたいと思います。で、その YouTube としての目標はですね、もうちょっと、はい、まあ、キッチンはすごく狭くてやりにくいんですけれども、はい、そんなことは言わずに、まあもちろん目標として家を買いたいっていうのももちろんあります。だけどそれはもうとても慎重にならないといけないし、まあ夢なので、まあ、それはちょっと横に置いときつつ、まあこの家での暮らしということで考えたときに、キッチングッズが少ない。はい。少ないし、食器類も少ない。なので、そういった点においても、少し食器を、まあ、たくさんは買わないんですけど、食器を買ったり、もうちょっと、料理の方にも、力を入れていきたいと思ってます。はい。料理の方に力を入れていくのはですね、体にもいいし、はい。動画を見てくださる、まあ、もちろん、料理を目的に見てくださってる方は、なかなかいらっしゃらないと思うんですけども、少しでもですね、簡単で美味しいものを、まあ、私、いろんな、まあ、本を見たり、ネットで調べたりしながら、まあ、それをちょっとだけ自分で、まあ、アレンジしたり、簡単な風にしたりしながら、皆さんに紹介していけたらいいなと思うので、はい、キッチンの周りを今よりも充実させたいと思っています。料理を中心とした、まあ、雑談系な感じで、今年とまあ変わらないんですけれども、やっていきたいと思いますし、まあ、美容系 YouTuber でも、ファッション系 YouTuber でも全然、まあないんで、何系でもないんですけど、おしゃべり系なんですけれども、私の雑談系 YouTube なんですけれども、ちょっとだけステップアップできたらいいかなと思っています。はい。で、2021年の目標。まあ、もちろんもう宅建の試験に受かるっていう目標ですね。大きな目標は貯金ですね。貯金は先取りの貯金をしていくっていうことは決めています。はい、そんな感じですね。皆さんはそうやってまあ今年の振り返りや来年の目標を立てたりされましたか？はい、健康第一、健康で楽しい1年間を過ごしていきたいと思います。はい、最後にですね、YouTube さんからですね、メールが届いたんですよ。YouTube を頑張ってきたねぎらいのメール。はい。この動画を見てくださっている、YouTube をやっている方は知ってあると思うんですけども、来ましたよね、メールが。はい。で、私、ちょっと、少しだけ皆さんにそれをちょっと紹介して終わりにしたいと思います。はい、もうびっくりしました。G メールかなんかにメールが届くんですよね。いつも収益の時もメールが届くんですけども、パートナープログラムに参加している方には、皆さんに配信してくれるんだと思うんですけれども、YouTube クリエイターズっていうところから、メールが届きました。ヒロチャンネルさんの2020年を振り返ってみましょうっていう。で、パッとメールを見た時に、目についたのが、誰も想像しなかったことがって、見えたんですよ。何と思って開けたんですよね。
はい、これはもうコロナのことだと思います。誰も想像しなかったことが起きた2020年、こうした状況の中でも多くの人たちの日常に刺激を与えてくれました。与えてますかね。刺激は多分与えてないと思うんですけども、1年の終わりを迎えるにあたり、さまざまな数字を通して今年を振り返ってみたいと思いますっていうメールが来たんですよね。はい。で、最初に動画をアップロードしてから今までに高評価ボタンがクリックされた回数、はい、17,996回、ありがとうございます。はい。チャンネルを応援してくれる視聴者は増え続け、コメント投稿数は 74,571件、ありがとうございます。はい。あなたのチャンネルに登録してくれた人数はこの時点で3,331人、ありがとうございます。視聴回数は765,823回ですって書いてあります。はい。さまざまな困難にぶつかった2020年、私たちに動画を通じて元気を与えてくださり本当にありがとうございましたっていうお礼のメールを YouTube さんからいただきました。仕事をまあしながらですね、YouTube の動画を上げているわけなんですけれども、まあその上げる意味はですね、まあ最初はもうこんな私の動画を誰か見てくれるんやろうか思いながらも、まあ、私こういった性格なので面白いと思ってやり始めた、まあ、YouTube ではあったんですけども、この YouTube さんから、まあ、収益は、まあ、Google さんからまあいただいてるんですけども、こちらのメールはですね、多分YouTube クリエイターズって書いてあったから、まあ、YouTube さんからのメールだと思うんですけどYouTube さんからメールが届くなんて本当に思いもしなかったので、はい、とてもこのメールを読んですごく嬉しかったですね。まあ、まあまあ別の部分では YouTube 一色の1年やったような気もしています。ね、本当に皆様ありがとうございます。はい。ではまあちょっともうそろそろあんまりまた長く、もう私の動画もう本当に年末にかけてもさらに長くなってるんですけれども、まあ来年もですね、ぜひ我慢して最後まで見ていただけますか、長い動画を。来年もこんな感じになると思います。だけど皆さんの生活のもうほんのもう1ミクロンぐらいの感じでですね、役に立つ動画が作っていけたらいいなって思っています。はいはい。今日もすいません、長くなったからすいませんって言いながらまた長くなってすいません。この動画を今年の、まあ、最後の締めくくりの動画にさせていただきたいと思います。はい。でこの動画を出すのは、まあ、多分ライブをやった後に出すんですけれども、まだ今の時点ではライブをやっていないので、はい、その時もまた挨拶しますね。はい。で今日は本当に今年最後の動画になりました。はい。今年も本当にありがとうございました。はい。今年1年少しでも面白かったよって思われた方がもしいらっしゃったらですね、すいません、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい。今年も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また来年次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。